茶の間でランラン、チャブダイドッカーン。ランランの奥にうららにございます。ランランのももです。よろしくどうぞ。のゲッターズ飯田さんの私たちの運勢を見てもらおう。はい、毎年恒例でもう今年3回目ということで。そうでございます。はい、もう早速いきたいと思います。ヘ、はい、ッダーズ飯田さん の、うん、あの五星三神占い、うん、で、はい、モアの記事でね。私はゲあのインディアン、銀のインディアン座でございます。銀のインディアン、ももちゃんの今年の運勢はですね、全体運は積み重ねてきた努力が運命を変える鍵になる。しゃーでかいやん、ダブリやん。7年間続いた努力と苦労を重ねる時期が終わり。7年間ってほんまに書いとんのっけ。うん、書いてる。7年になるだろ。ほんまや。あなたの魅力と才能が評価される最高の運気が始まりますよって。バグれするんじゃん。しかも急に大きな仕事が決まったり、え、大事な人脈を得たり。パリコレ。パリコレ決まる。パリコレ、デカ仕事ってパリコレじゃん。パリで漫才、うん、パリマン。パリマン、パリマン、パリマン決まる。でも人脈を、大事な人脈を得たりとかやから、ほんまにあるかも。求められたことには全力で取り組みましょう。もうそれはもう今までやってきたことやればいけるでしょう。1月はなりたいイメージを膨らませながら1年の目標を立てて身近な人に語ってみると二重丸やって。オッケー。オッケー。そうやね。そうやね、もう占い行ってくときなんかオッケーって。何でも何でも。なんか色っぽなの。色っぽなんですね。オッケー。早ければ3月から運命が劇的に変わる方向やって。いや、仕事でもプライベートで気になる人と距離を縮めつつ、評価してくれる人の言葉には耳をちゃんと傾けて。わかった。1月、3月、6月は引っ越しやイメチェンなど思い切った変化もおすすめらしい。マジで引っ越ししようと思ってるからさ。1、3、6。オッケー、6ぐらいで行っとこうかな。で、まあ、ありまして。11月、12月、年末よ、ここ。大事なとこ。新たな流れが始まりそう。あなたを信頼してくれる人の言葉を信じてみると人生が面白い方向に動き始めますと。そう、おもろいって、その人生のおもろさってどういうことなんやろな。言うとは悪いけどさ、モアの人間はさ、お笑い芸人じゃないやん。お笑い芸人じゃない人のおもろい人生とこっちのおもろいの人生って話変わってくるから。でもこれゲッターズさんが言うて電話できへんの。これできへんやろ。上のもん出すやろ。そう、電話できへんの。いや、だからだからあれ分かるやん。なんか大体さ、ほんまにだからパリコレで漫才とかおもろいやん。あ、そういうことよかった。ううだからなんか急になんか3回ぐらい結婚して離婚してみたいなとか、もうおもろい人生やってんなとか、あれやん、飲み屋のおっちゃんのおもろい人生それやんとかな。芸人のおもろい人生はパリコレで漫才とかやな。飲み屋基準にしすぎ。だからおっさん基準にせんといて。いけるかな。大丈夫。銀のインディアンズやから、なんかピンクなるとか、ザピンクなるとか。お前黙れや。不要な縁が突然切れて相性が悪かった人とか疎遠になることもありますけど、これらはあなたが大きく成長するために必要なプロセス。でかい。起きたことは全ていい結果につながると信じて。信じてな。前向きに過ごす。オッケー、分かった。だから嫌なこともこれも全部プラスになることだろうねってね、やったら、そうしたら運気の流れを引き寄せられると。分かった。え、めっちゃいいこと書いてないとか。マイナスなことも、うん、いつかっていうので、うん、飲み込んで。だからいろいろ整理されるんちゃう今年は。おもちゃ整理なんかもうしてる場合ちゃうって。もう突き進まない。せいや、え、無理や。ダスキンに任せようで。そこダスキンじゃ無理やって。心の整理さあ。で、仕事運。はい。才能を認められ、さらにレベルアップする1年。わーお。マジで。ももちゃん来てるよ。昇進や大きなプロジェクトへの参加など打診されたら引き受ける。運気に乗るコツ。これ打診。びっくりするぐらいでっかい仕事来たりとかプロジェクト来ても、よっしゃやりましょう、おももに任せながれ。これ分かったよ。ち
ょっとこれのオープニング V ももさん作ってみてくださいって言われてもやりましょうってそういうことじゃん。冠ラジオとかやろう、深夜の番組とかやるよ。それともえって思うやん。ならへんそうそう、その息、おしおしおし、いやねこいつ不要なプレッシャーや苦手な上司先輩から解放される時でかい、今の仕事の面白さにも気づけると。しかあ少し忙しい方が充実するタイプなので。そうそう、なんでしてあ、でもほんまに趣味を仕事にしたりするのもおすすめなんて。もうええんや、あなんか書いてる。もうだから栄養ちょっとなんか言ってたもんな、ちょっと仕事でやってみようかなと思ってて、うんうん、趣味やったものええんちゃう。オッケー、ランランモモの子深みになってくるかもしれませんね。はい、そして恋愛結婚3月からよう待ってくれたね、よく待ってくれたよ。3月からモテ期に突入。あらもう困っちゃう、運命の出会いあり。あんなーいいですか、そんもう忙しいから、もう複数の人からデートの誘い、告白を受けるなど、モテすぎて困っちゃう。あ、これ大事よ。一緒にいると気が楽で束縛されない人、あなたと同じくらい忙しい人や自立した関係でいられる人を選んでください、はい、運命の人と思えるほどの相性抜群の人に出会える可能性もあんねんて。あ、そう。だからそれを嗅ぎ分けるタイプをちゃんと、オッケー、ね、花犬だ、花犬にします、花犬、オッケー。特に1月3、6、7中旬まで、そして11から12月、素敵な夏は暴れんなって話な。まあそうやな、夏前まで、夏はね起きるからね、いろいろね、マジックが多いから、アバンチュールがだんじりマジックとかやっぱ水着マジックとか、確かに花火マジック、何でも。あ、ほんまや、結婚決めるにも最高のタイミングやねんて。でもただし本気で望めば叶います。結婚してもいい、ももちゃんが、うん、いいよ全然。いいの、でももったいないけどな、こっから多分ももちゃんモテ出すと思うね。もっと芸能界とかあんま興味ないからな、うん、っていう人がやっぱ俳優とか行ってまうから、いけると思うね、ももちゃん。マジで俳優はももちゃんのこと好きやったりするかもしれない。かっこいい人好き結局かいそうそう、金運。あ、未来に向け自分磨きや人脈作りへの投資。おお、だから今年は仕事運がいいから自然と収入もアップするんやって、うん、あ、じゃあもうでもいっぱい使いたいもん、周りにな、みんなとご飯とか行きたい、うん、そんなんが好きやねやっぱ。しかも1年の頑張りが 2,3 年後の大きな収入につながると。つながるんや、つながるんや、つながんのは大事やから、ね、冠番組そこで終わらんねや、もしでかい仕事決まっても。まあ頑張ったらな、あれこれも来年呼んでもらえるかもって話やだから、続くかも。 OKOKOK、パリマンしたいな、マジでな、パリマンしたいな、あすごいよ、ファッション業界脅かしたよ、脅かしゃべりながらあるどれみたいか、サンパチマイクも動きながらしゃべりながらあるんで、こうやってわーってこれでええやん、もうこのマイク、あかんよあかん、サンパチマイクにこう響かせな、そんな。幸運の鍵、はい、色はレッド、オレンジ、取り払った鳥肌立った。食べ物、ビーフシチュー、チョコレート。わー、場所、ももちゃんこれはもうもろたで、ショッピングモール、海、カンペ、出たこれももちゃんの年やん、ほんまやな、やばいな、海やん、ショッピングモール大好きやろ、大好きだろ用なくても入んやからなあ、うん、何も変わんのに、いやいいんちゃう、オッケー、ありがとう。次うーちゃん行きますよ、金の方をですね、行くで、よかったらいいな、いいよ絶対に、うん、あ間違えた、2020開いてたごめんごめん、去年のとか分かるけど3年前金の方王座のはちょうだいちょうだいちょうだい、12年に一度の最も輝ける開運の年、辛抱強く積み重ねてきて努力の成果が出る最高の1年です。想像以上の幸せや人生を大きく左右する大事な出会いもあるので、ついにこの時が来たと笑顔で受け止めてください。えげつな、12年に12年やから20歳や、32やから12年前20歳、なんかすごいな、20歳以来やから、なんかちょっとお笑いとは違う
12年待ってたことやからめっちゃ身長伸びるとかじゃん。来た来た来たってしばき回してた。人生においてやな多分。じゃあそうやな、うん、だから長年挑戦してみたかったことを始めたりしたらね、人生変えるような出会いがあるって。なんかやってみたことってことはないんか、なんかヒップアップ長年してみたかったんか、うん、ケツ上げろ、ほんなんケツ上げ。で8月9月はね、新しい出会い、興味の湧くことが増えるって。気になったら迷わずにアクションアクション。12月には人生最大の幸運とチャンスが訪れず、願っていた夢や希望が叶うかもやって。1000万ありえんちゃん、まで人生最大級の幸運やで、ありえんちゃん。だって500万つかんだことないやろ。ない。来るんちゃん。で結婚や昇進といった嬉しい出来事も起きるかもしれない。えげつない。開運の年は新たなスタートの年でもあります。この年に撒いておいた種は想像以上の幸せにつながる。撒いとけ、種撒け、種撒け。でもなんか続くって感じやな、さっき。確かにな、二人とも確かに。で資格や技術の勉強など10年後の自分につながることもじっくり始めてみて。ユーキャンや。ユーキャンせ。ボールペン。ボールペンやっとけ。あ、マジで。なんかあるかも、うん、で一方で運気がいいからこそ自分の向き不向きもはっきり見える。なるほど。12月に周囲のアドバイスに耳を傾けながら1年振り返ると確かな結論が出せる。だから仕事が増えるから向き不向きが出てくるんだと。だからモモが新しいところどんどんチャレンジしてくるのに、ウーちゃんも一緒に入ってくると思う、仕事が、うん、そこでモモはめっちゃ才能がブワーって出てきて、できる、うん、これも好き、これもこれもってなる中で、うん、ウーちゃんはそこを、あ、私はこれいけるか無理かっていうので、ありそう。でそこのアドバイスするのもポジション、うん、ウーちゃんのポジションが変わるやん、うん、番組によって、うん、ここ突っ込まなあかん、ここは寄り添うとか、うん、そこがはっきりしてくるんじゃん。なるほどな、うん、でもなんとなくわかるな。わかるわかるわかる。で、あ、欲しいものはね、全て行動次第で手に入れられると。なるほど。仕事や恋とか結婚とか妊娠とかもな。でも遠慮とか足踏みは禁物。即行動してちょうだい。うわ、うん、足踏みするもんな。する。でひゃーん、あれなし、あれやったらビンタ。オッケー。でこの1年は運気がいいから行動してみようとね、フットワーク軽くして。去年も言われてたよこれ、大国さん、フットワーク軽く遊び回って。でもこれな、ほんま意識して私、うん、フットワークはちゃんと軽くしてした、したした、変わったと思う。大事やと思う。うーちゃん変わったで。でも確かにフットワーク今年1年、まあ、去年1年先輩と遊ぶ機会とか後輩との出会いで、うん、なんか変わったの。意識した。でもそれが意識した、変わったってだけで、うん、今年がどうなっていくかな。仕事運です。実力以上の結果や周囲の応援を得られて、今まで頑張ってきてよかったと、感じる場面が多くなるはずでございます、うん、でも周囲の感謝を忘れずにね、前向きな気持ちで目の前の仕事に全力で取り組んでくださいと。全力でね。しんどいな、なし。常にありがとうございます、ありがとうございます、やりますせいで。今年の私の目標、うん、目標というかその掲げてる、うん、あれは愛ですから。あ、そうでございます。愛、愛と感謝にし。ごめんな、決めてたのにな。いや感謝ってな、赤文字で書いてあったからさ。ああそうそう、つけたそうやめて。ごめんごめん。風向きが大きく変わるね、2月3月は積極的に仕事に取り組むと驚くような成果昇進。積極的にっていうのは大事かもしれへんね。うん、やりますやりますっていうのが、ね。なるほど。で、ももがあんまり言われてない8月9月はね、さらにね、あの上り調子でね、やる気に満ち溢れてますと。まあ M1 の時期とか始まる時期、私のケツ叩いてちょうだいって話だ ね。うん。あ、でここでその仕事に役立つ勉強とか資格を取得するのがおすすめ。なん、それなんなんやろな。なんなんやろな。まあでもだからお笑いもちょっと勉強してみるのやつでもいいと思うね。だからもしかしたら MC 系とかの勉強かもしれへんし、とかツッコミの勉強かもしれんしとかでもいいと思うね、普通に。なるほどな。とか言葉をポンってこう出す、こう自分の考えを固める勉強とか、いろんな人に話を聞いてとかでも全然ありやと思う。いいことよね。だからほんまユーキャンのボールペン字とかそういうのじゃなくて、なくてもってトーク力鍛えるとか、例えばな。そう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 。あ、めっちゃいいかも。端的に言葉をまとめるとか、だからテレビが増えてくると信じて。確かにその MC 力とか、ももちゃんをコントロールするじゃないけどとかのやつを人からそれこそふっと明るくして学ぶでとか。うん、12月はね、驚きのポジションに大抜擢されたりね、重要な仕事を任せられたりするかもしれない。仕事につながる大事な出会いもありそうなので、遠慮したらダメ、自信持って行ってください。グイグイや、グイグイ。12月ほんまに良さそう。でもあ、そう、あ、また人生最大のモテ期到来やって。勇気と度胸で幸せつかんで。あなたね、2023年出会う人全員あなたに惚れるってさ。え、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。これもうやめてやめて。
いろんな場に顔出してちょうだい。連絡先バンバン交換してって書いてんで。マジ交換せ。LINE の友達も1000人いっちゃおう。1月はね、誘いや出会いが増えます。うん。ね。中途半端な関係で終わる可能性があるのでね、本気の恋は2月から。本気の恋は2月から。はい。言って、本気の恋。本気の恋は2月から。はい。4月中旬まではね、積極的に行動あるのみ。4月中旬まで？そう、うん。恋愛のピークは12月です。告白されるかもしれんで。だからもう年末にギュンギュンギュン。忙しいな。うん、金運。うん。あ、大好きお金。好調な、いい時期やからこそね、未来のために勉強してくださいと。だからね、ラッキーなお金がね、舞い込む系が多いと。で、あの、物買う運、うん、まあ、買い物運もいいねんて。で、欲しいもん割引で手に入ったりとか、お得なもの見つけられたりっていう運気はあると。ほんでね、あなた大事なのがね、お金の使い方ちゃんと見直してちょうだいって。なるほど。だから10年かけてゆっくりね、貯金をし始めてもいいと。あ、今からね。使い方、貯め方、買うものの選び方、もう一回ブラッシュアップしてって。いらんもん買うてへんかなって。うん。分かった。そういう感じにしてちょうだい。色、ライトブルー、イエロー。ね、よくわからない。食べ物、もつ鍋ケーキ。ね。一日では食べれないですね、これね。これ毎年なんだなあ。場所、ひちゃっち。熱くない場所みたいな。ひちゃっち。ひちゃゆきさんかな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 。ひちゃさん。うん、場所はひちゃゆき。場所はひちゃゆきさんで、ひちゃにで百貨店やと。百貨店や、大好き百貨店。せやけど百貨店やけど、買うものは選んでください。ということでね、ランラン今回好調だと、はい、ゲッターズさんが言うには、やっぱお互い言われてたこと忘れず、私はビビらない、プレッシャーに感じず、自分を大爆発、うん、うーちゃんは愛と感謝、積極的に行動する。そうですね、私はもうとりあえずぶちかますと、はい、はい、頑張ってください。もつ鍋食べてくださいね。ということで皆さん、よかったと、よかったと思った方は、いいね、グッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。バットは、ブー！それでは、ごきげんよう。うわ、でもほんま今年良さそうでございますね。まあ、一番いいんじゃん。今までな、やってきてな、下手っしょ。